こんにちは、ゆいです。今日は7月の1日ただいま夕方の4時過ぎということで、これからバルクさんとご飯を食べに行きたいと思います。実はね、今日、午前中からね、この間やってもらったボクシーの、メンテナンスをしていただいてて、メンテナンスどころかもうね、さらに磨き上げたような感じなんだけど、その様子はね、サブちゃんの方にも上がってると思いますので、もしよかったらご覧ください。ということでね、一回バルクさんとメンテナンスをした後に解散して、夕方の5時から今度はね、桜本の方にあるつくばという韓国料理屋さんを予約してくださいましたので、そちらの方に向かいたいと思います。何でもね、そのつくばという韓国料理屋さんはね、本来はもともとカメラは NG、でさらにはもう全国から韓国の方がこう行かれるようなお店なんだって。すごいお店みたいだね。すごいお店で、私は川崎に住んで36年だけども、そんなこと知らなかったの、で結構ね、我が家からも近所なのね、なので私たちも初めてだし、バルクさんの力によってね、カメラを入れさせていただいて食べることができるということですので、その模様をお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。ピカピカです。です。ここはね、桜本で、もともとコリアンタウンが近くて、韓国の、キムチ屋さんとかね、多くあるのよ、でこの先にね、共同病院という大きな病院があって、私はよくお世話になっております。ここがコリアンタウンの入り口的な感じのところです。コリアン食品専門店、麻布食品。こちらが一応ね、商店街という作り、ちょっとシャッター商店街なんだけども、この奥にナイフがあったりね、なんかこれすごい懐かしくない、昔のガチャガチャだよね、すごい。今のってもっとさ、最新のじゃん。そうだね。おにぎりつぐや、今度来てみたい。あ、これが金田食品。韓国のものが売ってます。キムチのショーケースに入ってるの、冷蔵の。あ、ここです、ここです。書いてある。こんにちは、お邪魔します。わーい、すごい。はい。こちらがメニューでございます。キムチ、イワシフェってなんだろう。赤貝フェって。フェって何？フェってね、こう混ぜたやつ。チューブ肉と、辛いタレと、その具をね、焼き鳥があって。焼き鳥？焼き鳥すごいね、キムチ。全然知らない。キムチポッカって何？キムチポッカでキムチと豚肉を炒めたやつ。サムゲタンは聞きます。石焼きビビンバ、イワシスープ、ビビンミョン、キゼンとかこの辺もある。油ご用意なんでね。そうなんだ。すごいすごいすごいね。キムチの盛り合わせ頼んで、ゆうちゃんとモンちゃんはサラダ好き？大好きです。大好き。大好き。じゃチョレギサラダ、韓国風のね、チョレギサラダと、あとここのね、煮込み。この煮込みがびっくりする。煮込みと、あと僕が好きな豚の耳。豚の耳と蜂のスタミナ、刺身で。やったー。で、もちゃとゆうちゃん、赤貝と、イワシとイカ。イカしかない？イカ、イカフェ食べてみる？食べてみる？じゃあイカフェと、あと、チヂミ食べる。チヂミね、お母さんすごいから、細くね、焼いてくれるのよ。ネギチヂミ、ニラチヂミ。これはね、おすすめ、ニラ。じゃあニラで。焼き鳥も、
一本食べようか。はい。ハラミとレバーと、はい、チーズも食べる。食べたいです。チーズも食べてみよう。はい。ビビン麺もある。はい。ビビン麺あるよ、もんちゃん大好き。大好きよ。大好き。もちろんサムゲタンも大好きだし。最後にイワシのスープの。もうフルコース。フルコース。ほとんど全部。しかも私が頼むね、チョイスもね、私最高です。本当？はい。大丈夫。はい。とりあえず飲み物がウロン茶でいい。はい、ウロン茶で。はいお願いします。ヒゲちゃんもあるよ、コーン茶。ヒゲちゃんもあるって、私はウロン茶がいいけど。あ、コーン茶にします。コーン茶ですね。はい、私はウロン茶でお願いします。生ビール一つと。じゃあ、今日も一日ありがとうございました。ありがとうございます。素敵なご飯屋さんを予約してくださってありがとうございます。乾杯。はい、乾杯。頑張ってね。ありがとうございます。はい、乾杯。ありがとうございます。乾杯です。私はヒゲ茶です。私はウロン茶です。はい。僕炭酸の麦茶です。あ、美味しいこれ。あ、でも間違ってないですね。あ、久しぶりに飲んだ、こんちゃん。美味しい。すっごい美味しい。本当だ、うん、薄くない、ね、新大久保で飲むとものすごい薄いんですよ。確かにこんな味しない。新大久保の韓国料理屋さんのオーナーさんたちがみんなここ食べてる、それぐらい有名なのよ。韓国料理食べるってなるとさ、新大久保に行って、うん、空いてるお店ちょろっと入って、なんか一般人は知らないお店だね。お店とかやる人が知ってるようなお店なんだ。確かに。ここはもう本当に各オーナーさんたち、ね、焼肉屋さんもオーナーそうやって川崎が回ってるんだっていうのがすごいなんかあの興味深い。確かに私のお父さんがびっくりしました。何を乗ったんだいって。またこれやってなかった。やってました。指紋がついちゃった。いやでももはや指紋がつかなくなったつかせようと思っても、うん、してないじゃん。つかなくて、うん、内装にびっくりしてましたね。あの緑色のいいでしょ。いいですね、うん、あれいいよ。ブーブーライト車がすべていい。そうそうだね。あれ冷蔵庫も磨けたし、冷蔵庫なんかさっきパッと裏見たらオートバイとかバイク関連とか。そうそう、バイク関連も、OK、でももう家とかでもいいけど。そう、家電も全然 OK。 はい、こちらはトンミミというそうです。この赤いのが酢味噌をつけて食べるみたい、うん、でこれは今から来る蜂の刺しの塩コショウみたいです。塩コショウなんだね、すごい。こっちもつけて大丈夫かな。あ、こっちでもいいですね。わかりました。マルクさんとご飯食べるの嬉しいよね。いただきます。ゆーちゃんもちろん食べたことある？あ、ない。あの、まあ、沖縄で耳側的なのぐらい、あの、ね、こんなちゃんと本物みたいなのはない。おつまみのね、耳側みたいな、うん、これこれ、うん、すごい美味しい。なんか豚足にも似たというか、なのにコリコリしてて、コリコリしてて、おいしい、これ、これおいしい、これおいしい、これ、どこの韓国料理屋さんもこれが真似できる。なんか綺麗だよね、なんか下処理がしっかりされてるっていうか、ね、こんな綺麗なの見たことない。すごいね。この間スニさんの豚足もめちゃくちゃ美味しかったんです。美味しかった、うんうん、やっぱ新鮮なやつは色が違うから、うん、ね、透き通ってるから。すごい歯ごたえ、うん、これは絶対食べたい。私がチョレギサラダ、すごい、これチョレギサラダだって。もうこの、わかる？このこの盛り付けの仕方がうまいでしょ。うまい、すごいでしょ。この一周してるちゃんとレタスが、いやー、おいしそう。ちょっと見てよこの大きさ。あー、めっちゃおいしいじゃん。すごい、おいしい。いただきます。ドレッシングもおいしい、レタスシャキシャキ、好きな味。うまい、信じられないね。ありがとうございます。来たよ、ゾクゾクと来たよ、もんちゃん。なるべくなくなるからね。最高、これ超美味しい。すっごい美味しい、すっごい美味しい。蜂の巣ですって、蜂の巣だ、すごいね。こう茹でたるというかね、そういう感じなのかな、うん、塩より、塩も好きだけど、こっちも。あ、そっちの方が、うん、はい、やばい、もう美味しさが渋滞してきたね。やばい、あー、美味しい。
すぎるね。レタスをさ、丸まって出すっていうのがさ、もうレタスをガッてやってそのままそのままこうさ、やってるんだよね。おすすめしていただいた塩コショウでいただきます、私は。柔らかい、柔らかくて美味しい。どうぞ。いただきます。もちゃん食べてないのに顔がもう怒るんじゃない。すごいよ、すごいすごい、何の癖もない、臭みもない、塩コショウで食べられるからね、うんうん、あ、たっぷりがいいね。この間のさ、じゃあ黒いのはさ何、あのなんか種類が違うんですか。あ、千枚、あれは千枚、あ、そっか、うん、これは千枚全然違うじゃん。失礼しました。私たちもお世話になるだろうね。やばい。家でさ、母親が作ってくれるような料理が好きだから、外食するときはもう本当に美味しいとこしか行かない。龍園とか牛尾とか、あとつくばとか、あともう2軒ぐらい。美味しいですか。美味しいですか。満足感がね、うん、また食べたいなって思う。お母さんの手から味が出てくる。もんちゃんあれだもんね、サラダ好きそうだもん、ね、私も一緒にご飯行くと、うん、サラダって結構値がするじゃないですか。その価格払うならお肉みたいに。あ、なるほど。サラダで800円って言われると、言える、分かる分かる、ハラミ1枚頼もうよみたいな。いっぱい取っちゃった。分かる分かる。いきました、煮込み。はい、なんと煮込みが一人一つ来ました。これはね、マルクさんが衝撃を受けた煮込みらしいんだけど、松、うん、の大きさが、ちょっと待って、何これ、何が入ってんの。あ、すごい、なんかすごそう。やばい、やばい、衝撃、うん、絶対そうだよね。いただきます。やばい、野菜がもうすりつぶされているというか、うん、うん、どうなってんのこれ、どうなってんのこれ。違うでしょ、なんか違うでしょ、何にも。もう煮込みの概念が違う。うん、え、だってスープじゃないもんね。もう本当にすりつぶしてあるのこれ、野菜が。とろっとろに煮込んで、煮込んだ結果ってことですよね。え、めっちゃくちゃ美味しい。うまいよ。あ、もつめっちゃくちゃ美味しい。すごい、これすごいです。すごいでしょ、衝撃度ランキング1位。もうちょっとシチューみたいな。うん、そうだね、18位の時にこれ最初食べた時にもう頭の中で衝撃受けちゃって、うん、肉バンが起きて、そう、爆発しちゃってさ。野菜の甘みがすごいよね。40年近く味が変わる。これはすごいかも、有形文化財みたいな。昔からこの残ってる貴重価値が高いみたいな。なんかこれすごいわ。つくば来て肉に頼まなかったらそれはダメです。ダメ、あの、つくばをしてないつもり。うんうん、最高な食事だね。ありがとうございますとしか言えない。うまいな。もう80近いけど。でも2個食べれる。もう2個食べれる。すごい。うん、すごい、もんちゃんもう最後1個、最後の1個、食べたいけどちょっとこの味をキープしておきたい。飲み屋飲み屋してないのもいいね、小料理屋さんみたいな。そうだね、もっと前はやっぱ桜本は盛り上がってたんですか。桜本は人いっぱいだったよ。うん、やっぱ最近ちょっと、まあ、シャッターが多くなってきて、もうほんとこの10年ぐらいかな。うん、僕ここで生まれたのね。生まれて小さい時は人がもう歩けない多くて、多くて、へえ、それは私も経験してない。多くてね、人を夕方なんかとてもじゃないけど歩けない。まあ、ほとんど韓国料理屋さんが多かったんですか。うん、違う違う違う、八百屋さんが多かった、魚屋さんが。へえ、そうなんだ。ちょびちょびしかないもんね。だから私があの高校生ぐらいの時、うん、この辺も自転車でうろちょろしてたんだけど、うん、その時にはもう結構、まあ、にぎわってはなかったから、もう20年前にはもうなってたのよね。だって今歩いてきて八百屋さん1軒しかなかった、ね、1軒しかなかった、ね、八百屋さんね、4軒、5軒ぐらい。へえ。で、夕方になってね、もうお客さんが引き始めるとあったあのみかんとかリンゴとか全部ぶん投げちゃうのね、箱をひっくり返したら悪くなっちゃうから持ってけって。あー、どうぞってこと。そう、それ待ってる人たちがいてさ、へえ。なんか青パナ垂らしながらね、家持って帰るの。このぐらいね、にぎわってた商店街で、ね、
朝市のやつだし。手打ち盛りです。はい。はい。すごい。なんて綺麗。こちらね、キムチの盛り合わせなんだけど、お母さんの、こだわりで、お皿も冷たいの。てか、お皿もおしゃれ。おしゃれ。すごい冷たいよ。高さ、高さよ、この高さ。いやー、美しい。いただきます。さっぱり、本場のキムチって感じ。さっぱり、うん、美味しい。チヂミ出てくるから、一緒に食べたら頭いっちゃう。比較的大きいの。うん、冷たい。うん、おいしい。この冷たいキムチとあったかい煮込みの組み合わせが最高。おいしい。絶好調。ペース乱してない。やっぱ絶好調。今日は食べれる。そう、すかしとかなきゃ。こうやってゆりちゃんともんちゃんと一緒にご飯食べながら、ね、すごい運命ですよね。すごい運命でしょ。とんでもない運命。この3週間連続3週間だよ。私3週間連続でお会いしてるんですよ。いや、本当だよね。それだけで間にジムで会ってるんですよ。そう、そうだよね。いかにも何回も会ってるんだ。はい、すいません。はい、カフェですね。カフェちゃんだ。ありがとうございます。冷たいお皿です。すごい、ちゃんとやっぱ冷たいお皿をいただけるみたいです。これが、こちらがイカフェ、イカと春菊をあえてあるものみたいですよ。すごいね。私は本当に初めて見たし、初めて聞いたし、初めて食べる。フェというものを。フェで本当にあのお皿がね、冷たいきました。はいはい、あ、楽しみ。イカがすごい。うん、そして春菊ってこんな美味しいんだ。春菊をこんな風に食べたことない。いつも月焼きでしか食べたことない。イカはもうね、こんなのがねゴロ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 入ってる。春菊生で食べると美味しいね。うん、めちゃくちゃ美味しい。体にも良さそう。うん、うん、これ女性が好きや。うんうんうん、なんかこう健康になる。うん、健康になる。うんうん、薬膳ね。うんうん、韓国で言えばこれはもう薬膳だから。韓国料理って体に良さそうですね。体に、体に。すごいスピードでなくなっちゃうの。もんちゃんすごいね。吸い込まれていっちゃう。でももんちゃん一番好きなの韓国料理だからね。あ、そうなんだ。うん、だけど、美味しいお店を知らなくて、うん、どうしたらいいか分からなかった。もう悩んでたよ、もはやね。ちょっと迷子になってた。うん、迷子です。うん、もんちゃん、人間起きてる。私が求めてたよりもっと本物。ああ。普通にもんちゃんは家にいるとき、うん、韓国ドラマ見るんですよ。韓国ドラマとか、なんか韓国のちょっとバラエティ番組みたいな、うん、その中で三食ご飯っていうシリーズがあって、うん、韓国のその俳優さんたちが韓国料理をみんなで作って、それをなんか古民家みたいなところで食べるみたいなシリーズがあって、それがすごいもんちゃん大好きで、でも作る過程を見てるのが好きなんです。なるほどね。でもその調味料売ってないなみたいな。結局自分では作れないし。夏目なんか入ってこないだろう。芋柄なんて売ってねえし、まあ、芋柄美味しいですよね。あとなんかかぼちゃの感じとかもなんか違うんですよ。かぼちゃが全然違うから、かぼちゃ自体が違うからね。とかなんかマグロエキスとか、あ、いいね。あと梅エキスも出てくる。梅エキスも出てくる。それを再現できないんだよね。そう、キンパ巻くのとか、ね、なるほどね。チャングムって見た？チャングム見てないです。あ、お母さん見たんじゃない？なのにチャングム見なきゃ。そうなの。あれ見たら全部出てるから、レシピが、何を入れて、何を入れてって。チャングムは見なきゃダメだよ、もんちゃん。見ます。そう、時代物系がね、まだ見てないんだよね。まだね、すごい最新のものばっかり見ちゃう癖が。一回見ちゃったら多分入っちゃうね。あ、チヂミのタレだ。あ、すごい、美味しそう。すごいです。何だろうか。ネギ、ごま、唐辛子、すごい鉛筆みたいなおいきもち。超美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。やばい、なんでこんなに美味しいんだろうと思うのと同時に、五臓六腑に染み渡る系の。もう幽霊出る。行こう。私も特別に見て。あ、俺連れてって。俺大好きじゃん。ねえ、そこ俺連れてなくてダメじゃん。もう明らかに扉がかかってパーッと開いて。いいね。夜中に。いいね。俺そこ。パチンパチン音が鳴る。あ、俺そこ座りながら、ひげ茶飲みながら。
いいね。俺そしたら一人で生配信してるから。うわー、美味しそう。うん、うまい。ここでゆうちゃん、キムチをちょこっとつまむ。キムチを行きます、キムチを。ちょっともんちゃんが食べてみたら、やっぱり何でしょうよ。うん、キムチ入れたら、うん、買うから。やばいね、やばい。焼き鳥があるのもいいですね、韓国料理屋さん。いいでしょ、うん、はい。ちょっと、すごいよ。なにこれ、ニラすっごいキラキラ。なにこれ、芸術だね。これは芸術。すごい、これすごいよ。レバーの奥にチリミ見えますか？これ私のじゃないよ。あ、それ私の肌身取らないで、私の肌身を。これほぼニラだよね。すごい、ね、すごい。いただきます。こんなチヂミ初めて食べた、ね、あの世の中のチヂミではない、完璧に。しかもちょっと辛い、青唐を入れてもらったから、うん、ニラの含有量がすごすぎる、うん、すっごいいっぱい入ってる。あ、すっごい美味しい。美味しい。やっぱ料理ってさ、見た目大事よね。超大事、うん、目からやっぱさ、まず入るというか、うわー、これは、あ、すごい、これはすごい。うわ、食感が違う。食感がプリプリだ。うん、プリプリ。レバーなのにコリコリする。すさまじい、すさまじい、すさまじい。美味しいものってすごい。いつか観察会で貸し切りできるかな。迷惑になっちゃうかな。さよねえさんとか絶対好きだよね。いや、さよねえに食べてほしい。ゆうちゃん、こんちゃん、結構食べるな。本当に、もう気持ちいいよ、見てて。しそ巻き、すごい。わー、なんか焼き鳥がこんなに美味しいってすごいよね。美味しい。もできます、お願いします。なんて言ったの、わかんない。むって言って、どんぐり。あ、わかった。あの、やってたよ、三食ご飯で食べてみたかったんだよね。む食べてみましょう。むにちっちゃいやつ。そう、あ、もじゃなくてむ。僕の母親が一番好きな食べ物。あ、む、む、マスみたいのに入れてこうやって切る。あ、マスも美味しい。本当にもんちゃん食べるの早いね、今日。噛んでるちゃんと大丈夫？噛んでるかしなまなきゃダメだね、暴走してる。あー、最高だね、土曜日の夕方に。最高。しかも丸くさんのナイトが最高って。寒いじゃないですか、ご飯食べてね。うん、そうそうそう。私はそれがすごい好きなんですよ。お、俺も大好き。私も夜ご飯5時とかにしたいタイプ。そうそう、もう日が暮れる前に食べて。もう気持ちも買います、本当に。で、超明るい。7時から8時の間はまったりしたい。わかります、すっごいわかります。私もそう、うん、9時半とかでご飯になるとテンション、まあ、めっちゃ落ちるから。俺今なんでこんな時間に飯食ってるんだろうって疲れますよね。そう、しかも人は遅くなればなるほど謎が疲れてくるじゃないですか。そういうこと、そういうこと。石焼きビビンバ一つと、はい、ビビン麺とイワシスープ頼めば。ああ、ぜひぜひ。もうそうしたらそれ最高ですね。本当にすいません。サムゲタン食べたい。あ、じゃあビビン麺やめる？いや、頼んだ方がいいと思う。ビビン麺食べた方がいいですよ。じゃあ、小さいサンゲタンがあるから。ああ、じゃあ、多いかな。はい、いやいや、うん、うん、大丈夫かな。大丈夫、大丈夫、食べられる。サンゲタン食べておいた方がいい。ありがとうございます。すいません、どうしても食べない。もーちゃんが引き止めるほど。これやっぱ作るのがいい。サンゲタンのキムチです。はい。ゆうちゃんともーちゃん、韓国行ったことあるの？ないですよ。意外とないんだ。あ、無だ。すいません、こちらからいいですか？あ、すごい、ありがとうございます。熱い熱い熱い。なにこれ、無。え、無来ました。これは無です。無、無、無これがね、ちっちゃいやつ。あの、どんぐりの粉ですよね。粉をこう石臼で引いてるのを私は見えたけど、それと簡単に寒天で、寒天の上に、なんかもやしとか、お豆腐みたいな感じでさらっと食べれるそうです。おー、楽しい。ドーンと、そう、ドーンと倒して4キロぐらいを、あ、ふわふわ、ありがとうございます。うわ、で上にすごい、あ、サムネだ、おいしそう。すごいすごい、え、なんかいっぱい、あの、細かくなってる鳥が、
美味しい。うん、あったかいお豆腐のような、うん、うんうん、すごいね。まあ、でも日本にはもうない味。いわゆるスープです。はい、ありがとうございます。はい、あ、はい、あ、いわゆるスープ美味しそう。上とね、一緒に食べるとマッチしてすごい美味しい。豆腐でもない、こんにゃくでもない、うんうん、無。これはスーパーとかで韓国で売ってる、売ってる、売ってる。なんか住吉山さん、大小あー、くず餅、うん、くず餅は温かくしてる。確かに、うん、どの説明が一番しっかりくると思う、うんうん、韓国の豆もやし、うんうん、豆もやし大好き、うん、あ、これ確かに箸休めになって美味しい、うん、上が足りない。食べるね、食べるね。しかしもんちゃんすごいね、お皿引かないもんね。まだくれまだくれみたいな。好きすぎる。値段もね、そんなにさ、ベラボーに高いって感じじゃないしね。チヂミのタレも取っときたいから、うん、全部のタレ取っときたくなるね、やっぱし、うん、こんな優しいの出したことない。トロトロ、めちゃ口直しにキムチ。本物、本物、本物。具合悪い時にそれ食べたいよね、うん、食べたい。しかもすごい筋肉に良さそう。あ、そうだよ、いいんだよ、うん、炭水化物、タンパク、うん、これめちゃくちゃいい。やばい、おいしい。これでショーなんだね。台がある。キムチとサムゲタ、うん、果てしない。イワシがゴロゴロ入ってるわけじゃないんだよね。砕いてる、砕いてるんだ。結構赤めのスープ。あー、もうちょっと食べた。まだちょっと食べた方がいいよ。食べた方がいい。めちゃくちゃ美味しい。私はイワシスープ派。いい、うん、私は、はい、グリーン麺のスープ。はい、あー、はい、すごい。何スープくんの。ビビン麺のスープ。すごい。あ、美味しい。イワシすごい。これはここでしか食べられないね、うんうん。すごいね。だって聞いたことないもんね、イワシのスープなんて。うんうん、あ、すごい。急にお腹いっぱいになってきた。やばい。ビビンマとビビン麺くんのに。はい、ビビン麺です。ありがとうございます。これが噂のビビン麺です。あとスープがね、ついてはあります。わかめスープかな、お吸い物みたいな。お吸い物が可愛いね。あれ、イワシスープと言わせてたかな。本当？イワシスープ美味しいよ。洗浄は大詰めで、うん、あー、美味しい。俺食べないから。食べない？本当ですか？そうそう、俺はもうほとんど食べない。食べるね、本当に。うん、また来ます。すごい、すごいよ。あ、おいしい。ここで最高。なんかボコボコになっちゃう。私もボコボコに、うん、恐る恐る聞くけど、もっちゃん何分ね。いや、もうすごい、11ぐらい。あ、本当に、うん、え、私意外と8なんだよね。あ、すごい。でも、でもそんなすぐよ、10なんて。もっちゃんね、明らかにペースダウンしたんだけど。だから言ったじゃん、ペースを守んなきゃいけないって。今日のテーマはペースって言ったじゃん。マルクと飯食いに行くと美味しすぎたんだもん。そう、あの13ぐらいまで食べさせるから。でもこの間の留園は15ぐらいいったよ、私。で、まだいける。これがね、頭で焼き付くんだよね、このね、大きくと。そう、うまかったよねって。うん、うん、やっつけられる。これテイクアウトできるから。あ、本当ですか。テイクアウトできるよ。もんちゃん、朗報です。テイクアウトできるから。これは、はい、はい、あ、はい、すごい。持ってくるんですね、奥様と。違うよ、違う、お父さんが。え、うちの。そうだ。え、お父さんに食べさせてあげる。何ですか。嬉しい。煮込みですか。煮込み、お父さんにありがとう。うわー、まだそんな。ゆうちゃん、もちゃんで食べちゃダメだよ。そうですね。しかし、どこのお腹にそれ入るかな、全部。すごい。でもバルクさんが体験の割には小食なんですよ。そうそうだね、うん、だけど家帰ったら今日塩おにぎり1個準備した。
もんちゃんしかもイカスイだからね。イカスイだって何？イカほら下じゃん。もんちゃんイカ下。イカスイってイカ下じゃん。もんちゃんが食べたって言ってると普通この辺じゃないですか。下を刺してる。下を。ああここが膨れてくる。うん、なるほどね。イカスイだね。イカスイ。気持ちいいぐらい食べるの。頑張ってね、ゆうちゃん。本当に。本当に応援してるから。ほんぽりしてるし。本当に美味しすぎて、すごいです。しかもこれはお父さんに煮込みのプレゼントをバルクさんがお土産にくださいました。そして私たちがちょっと食べきれなかったビビンバビビン麺がこちらにございます。こちらのお父さんのお土産にしたいあのね、あのお顔はね、あの恥ずかしいということでね、あの映していませんが、本当にいいお母さんで、ね、まあね、ビールを飲んでいらっしゃいまして、はい、最高最高、お話がすごい面白い、ね、うん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。本当に嬉しかったです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまです。お家に帰ってきました。食べたね、もんちゃん。今回もすごい、今日食べた、すごい食べた。もうなんかもんちゃんもね、すごい食べるの早くてハイスピードで食べた。すごい早く食べてるなと思ったら、やっぱピタッとね、途中から止まってね最後食べきれなくてね、お土産いただいたんですけども、はい、本当ね、どの料理も美味しくて、もう何よりもね、やっぱちょっとお母さんがね、とってもいい人で ね、なんかすごく血の通ったお店というかね、やっぱし言い切れないけども、まあ、今のね、現代の方はさ、私含めてやっぱちょっとチェーン店とかのさ、もうちょっと入ってちょっと食べてってできるようなお店をさ、好んで入ってしまう傾向にあると思うんだけど、やっぱそこを、まあ、お母さんの味をね、本当に思わせるような温かい料理でね、本当に罪悪感がない、なんか胃もたれとかもしないし、食べてても健康になるイメージしか湧かないような、ね、やっぱ韓国料理ってね、体にいいイメージがあるように、どの料理にもお野菜が入ってて、シャッキシャキだったよね、しかも、すごく美味しかった。なんかバルクさんは、あの私たちにこういうことを伝えたいんだろうなっていうのをすごく感じたの最近さ、リュウエンにね、連れて行っていただいたりとか、なんかゆうちゃん家族っていうのはさ、みたいなとか ね、もう結構最後の方カメラ回さずにね、3人でのね、結構真剣にね、話し込んでて、もうお酒もすごい飲まれててね、バルクさんが、なんかこう地域の人のつながりとかね、そう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 、やっぱりその飲食店同士のつながりとかで、バルクさんは結構川崎にさ、もう根を張って、56年住まわれてる方だから、やっぱしその川崎の界隈のこの裏事情じゃないけども、本当に美味しいお店もいっぱい知ってるし、で実は美味しいお店って裏でみんなつながってたりするのよね。だからやっぱほら、お店をやられてる方もご飯を食べに行くわけよ。そんなあの方たちが来るお店なんだよっていう、今回も紹介をいただいたし、もう川崎の主になんだよなんてね、紹介もしていただいて、本当ね、あの素敵なお店だった、ね、なんかしみじみまた感じちゃった、やっぱしこの慌ただしい現代の中で何を大事として生きていくのか、で私も結構川崎好きで、もう36年間川崎に根を張ってるんだけど、やっぱそこに誇りを感じてきた、すごく、私も川崎に根を張りたいなって、あの改めて思ったし、やっぱし食事だけを済ませる外食ってこういうこと思ったりしないじゃん。そうだね、やっぱ外食しに行って、あ、川崎っていいな、お母さんっていいな、あ、地域っていいな、みたいなで、こういうね、久しぶりとか、この間もこの店で飲んでさっていう、そういうコミュニケーションが、私たちにはちょっと足りてないのかもしれないとすら実感した。全然ね、なんか作れてなかった、そういうコミュニケーション。そうそう、なんかやっぱちょっと自分たちでご飯を作るなり、例えばね、マクドナルドを食べる、ガストに行く、なんかそういう感じで済ましちゃう食事を、まあ、旅行とか行くと私たちって結構こういうこと思うじゃん、外食ってやっぱこうだよね、みたいな、浜屋のね、沖縄の浜屋の沖縄そば食べてさ、やっぱこういうの食べなきゃダメだよねって思ってるのに、川崎にいざ帰ってくるとしないんだよね、そういうこと。なんかそれを、まあ、バルクさんは結構当たり前に毎日してらっしゃって、お酒もだいぶ飲まれる方だから、
結構ね、まあ、付き合いもあるだろうし、うん、行かれてると思うんだけど、やっぱそういうことをねすごくひしひしと感じました。はい、丸くさんというとね考えさせられる、うん、こういうことをやっぱし大事にしていかなきゃいけないなと思う、はい、一日と車って綺麗だと嬉しいなっていうことを思った日々でした、はいはい、最後までご視聴ありがとうございました。皆様も川崎桜本にあるつくば行ってみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。